農見台駅は神奈川県横浜市金沢区農県大通りにある京浜急行電鉄本線の駅である。駅番号は KK48。旧駅名は谷津坂であったが、京急が周辺を住宅地として開発するにあたり、西部の丘の上にある江戸時代から知られた継承地、農見道日ちなみ解明された。谷津坂は駅前にある坂道を表し、周辺地域の店舗、 住宅、バス停などで現在も見られる。ホーム8両編成対応の相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。ホームは裏が方向へ向かって右カーブ上に設置され、下りホームは関東のために電車とホームの隙間や段差が大きい箇所がある。ホームの上空に橋上駅舎を有するが、駅前広場とバスターミナルは、 西側の高台に面して設置されて、地上駅舎のように見える。直営駅である。2019年度の1日平均乗降人員は3365人で、京急線全72駅中17位である。近年の1日平均乗降、乗車人員推移を可視する。駅付近は高台に挟まれた谷で、東側を平行する国道16号とともに、ホームが、 南北に伸びる。駅前に整備されているバスターミナル内の農美台駅、坂尾織国道16号上の谷津坂、長浜、循環器病センター前の道路上にある農美台駅入り口が最寄りバス停である。京急線西側の住宅地や一人沢方面、磯子駅、三井アウトレットパークへ至る路線が発着する。発着する路線の詳細は、 京浜急行バスの県内営業所、京浜急行バス、追浜営業所、横浜市営バス、磯子営業所を参照。ありがとうございます。